おはようございます、たかしです。本日は6月28日水曜日、ただいま8時49分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。またツイッターでの先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしています。ツイッターのチェックもお忘れなくお願いします。それでは日足から見ていきましょう。現在日足、以前から言ってましたこのゾーンですね、この月足でのフィボナッチリトレースメントの 50% の184円付近まで昨日上昇してきました。そこから本日若干円高方向には動いておりますが、ここが一旦のレジスタンスとなって下落するのかどうかというところに注目ですね。現在インジケーターは結構怪しい雰囲気になってきております。ストキャスティクスは高値圏いっぱいいっぱい、これは以前からずっとそうなんですが、基本的にストキャスティクスが高値圏にある時っていうのはそこからのロングエントリーは優位性がありません。ただこれは日足単位の話ですので、もちろん4時間足1時間足のストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスするような動きになればそこからの押し目買いは考えられるんですが、ただ日足単位の調整がいつ入るかわからないという、そういう中での押し目買いというところは忘れずに思っておきたいところですね。現在日足単位での押し目買いっていうのは優位性がありません。そしてマクディは今少し怪しくなってきましたね。今まで上昇していました、チャートはずっと上昇しているんですが、マックディが横ばいになってきてますので、つまりこの上昇の勢いっていうのが減ってきているんですね。なのでそろそろ上昇が怪しいですよっていうのは以前から言ってますが、それはこのマックディとかの動きを見て思っているわけで、今は高値圏にあって高値更新はしているんですけれども、やはりインジケーターを見ているとそろそろ怪しいと思われますので、ロングエントリーも慎重にっていうのは昨日のツイッターでも言ってますが、今のクロス線っていうのはちょっとここからの上昇に乗っていくのは怖いなと思います。もちろんまだまだ上昇する可能性はあります。ただしインジケーターを見ているとそろそろ怪しいと思いますので、あまりどんどん上昇していくというよりは短く利確ですね、下がったところ、小さく下がったところを拾ってそこからの短く利確をする、そういうようなトレードの仕方が今はいいですね。で、日足単位で調整下落をするのであれば GMMA 付近まで下落する可能性があるので、現在ですと176円とか7円とかそのあたりまで下がってくる可能性もありますので、そこは注意です。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足のこのオレンジのライン180円付近っていうのが4時間足の目線切り替えポイント。そしてこの紫のライン 182.5 付近、これが1時間足の目線切り替えポイントとなってます。今4時間足 GMMA は上向きですので上昇トレンド中、その中で4時間足、1時間足、日足ともに目線は上になってますので基本的には押し目買いですね。現在は高値圏にあるんですが、値頃間での逆張りは危険ですので下がったところを買っていくという押し目買いが安全なんですが、それも今かなりの高値圏にあるので、慎重にというところです。基本は一旦この紫のラインぐらいまで下げてきてほしいんですが、現在が 183.3 というところ、そしてこの紫のラインが 182.5 なので、そこまで下げるかどうかっていうと今までの動きを見ているとちょっと怪しいなと思いますので、基本的には5分とか15分足ぐらいで下がったところから短く買っていくという、そういうイメージですね。そして短く買うんですが、その上昇が上げしぶるのであれば1時間足単位での調整下落が入る、もしくは4時間足単位での調整下落が入るという、そういう考え方がいいですね。4時間足にはこのオレンジのトレンドラインを引いてますが、今ちょっと角度が急になってますので、この辺に引いておく方がいいのかなと思いますので、今はこの角度ですよね、この直近のこの上昇、ここ1週間ぐらいのこの上昇の角度に合わせてのこの押し目買いっていうのをしておくといいと思います。つまり今 GMMA の青帯のこの角度ですよね。ですので GMMA の青帯に接触するかどうかぐらいのところでいつも反発上昇してますので、再びその辺ぐらいまで下落してくれば4時間足単位でのこの上昇っていうのを見ておくのもいいかもしれません。ただし先ほど日足でも言いました、ここ今黄色のゾーンの中にあるんですね。そしてこの月足のフィボナッチラインっていうのが184円というところにありますので、今は184円を目指していると考えてます。もうちょっと距離があるので、昨日も上げきれませんでしたよね。ですので184円はもしかするとタッチしに行くのかなというところですが、184円が到達せずに下落することもありますので、そろそろこの辺を天井と思っておくのがいいと思います。
では1時間足です。先ほど言ってました上昇の角度がこの水色の平行チャンネルですね。昨日も言ってましたがこの水色の平行チャンネルの中で動いてまして、今昨日はその上限を目指してきました。その上限が少しこの184円という月足のフィボナッチラインに到達してませんので、本日もう一度上昇する可能性を考えておきたい。ただそろそろ天井が近いとも思われますので、あまりどんどんこの上値を追っていくっていうのは優位性がありません。ですのでその高値更新をしたから買っていくのではなくって、今この1時間足の動きを見てますと、昨日 GMMA の青帯で綺麗に反発してますよね。こことかこことか昨日2回 GMMA まで接触してきてますが綺麗に反発してますので、本日も GMMA の青帯で反発するのであればもう一度184円ぐらいまでの上昇を見ておくといいと思いますが、もちろん184円を超えれば次は185円ぐらいまで上昇していく可能性もあるんですが、今はかなりの高値圏にあるのと上位足のインジケーターも怪しくなってきてますので、一旦の調整下落、大きめの下落が起こる可能性も考えてあまり欲張らないのがいいと思います。かといって逆張りは危険ですけれども、その順張りであっても今押し目買い、しっかり下がったところから拾っていく、そしてあまり欲張らずに利益確定していくのが今はいいと思いますので、その辺参考にしていただければと思います。まず本日は GMMA の青帯で反発するかどうか、そこで反発しきれないのであれば先ほど言いましたこの紫のライン 182.5 ぐらいまで下落するのを待つ、そしてこの水色の平行チャンネル今までも機能してますので、過去 1,2,3 回と意識されてますので、今回も意識される可能性があります。ただ下抜ける可能性もありますので、しっかり下げ止まったところから買っていく必要がありますが、水色の平行チャンネルの下限が意識されるのであればそこからのもう一度上昇っていうところを見ておくのが良さそうですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が維持されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。